撮影構いませんか。はい。
ですね、これ。清水市の人はみんな後悔、地元の人はね、うん、学生ってそうなんだよ、うん、役所的にはいいんだろうさ、清水市にはそうですね、静岡見て取られちゃうんだよ、そうです、大体そうなの、うん、みんな全国見ててもあのそれで、利益の、あの住居法人税とかっていうのがあっても、うん、もともとは清水の方が大きい会社の方が多かったんですよね。あ、そう、うん、あの旧静岡市で。あ、そう。うん、鈴代さんも東京か。鈴代ね、有名だね。鈴代ね。あと小糸製作所、あの有名のライトとか、あとご存知あの羽衣新地機。羽衣羽衣。みんなみんな清水だったのか。ここがあの。鈴代も静岡じゃなくて清水だったの。清水です。それ有名だよね。もうその次郎長さんともすごくあの鈴代の初代。